7月18日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこんにちは日本放送の飯田浩二です辛坊治郎ズームそこまで言うか この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今一番気になる話題ですか、はい 2>, えー、2つありましてねほうほう1つは綺麗な話題もう1つは困った話題<ー>どっち聞きたいですか <laughs> じゃあ飯田さん選んでくださいどっちでもいいですよ私ね本当にそのどっちいいですかって聞かれたことがありましたねあまあ、この番組のリスナーさんはご存知かな何回も私言及してるんですけれども今から十一年前に十二指腸がんの宣告を受けて手術で取ったんですよで取った後本当に取ったものが がかかどううっってていうのの細胞診断っていうのが行わわれるわけですね、えー、でその細胞診断が行われたあとにお医者さんと面談する機会があったんですが、うん、そこで私の主治医は何を言ったかというと「志、はい、さん細胞診断の結果が出ましたけども。 いい話と悪い話と両方があるんですが、どっちがいいって、どんな印象だよこの記者はこの印象だけ、ね、びっくりさ、ええー、私もまずえー、えー、それじゃあ,あの、そうですね、いい方の話は後にとっときますから、<laughs> 悪い方の話からお願いします。しんもさん悪い方から聞きたいですか？わかりました。がんでした。なんかすごい料理、嬉しそうでした。うそうですか。すじゃあ,あの。 いい方の話をお願いします多分手術で全部取り切れたと思いますよってそれがいい方の話だったいま結論から言うとですね5年以上どころかもう10年経ちまして再発の兆しはないですからえ今から新しくがんになったとしてもそれは転移じゃなくて新しいがんですから医学的にはそういう意味ではま,あまさに取り切れたんだろうなというような文脈でさあいい方の話と美しい話とはい。 はい、悩んでいる話とどっちがいいですかええへへじゃあ悩んでる方の話 <laughs> あそっちに来ましたかわ、ね、<laughs> かりました悩んでる方、うん、人間ってね不思議だなと思うんですよつまり家を出るときに何かやり残してるぞって思うことありません、はい、ありますあります何かやり残してるぞと思った時って 必ず何かやり残してるんですよあれ不思議ですね何かやり残してるって意識はあるんですがそれが何かわからないけれども何か引っかかるものがあってでそういう引っかかるものがある時って必ず何かあるんですよ今日まさにそういう状態で家を出る時にすごい引っかかってたんです何か引っかかってる何かやり残してるでもう一度部屋に戻って確認をしてガスは全部止まっ ってるよね、うん、ガスコンロ今ガスコンロってすごいあの弱火って っていうか、そういうモードがあるじゃないですか。で、私トロビモードにしちゃってしばらく忘れちゃうこともあるんですが、まあ結構賢いですね。今加熱すると止まったりなんかする部分ついてます。それでもやっぱりあのトロビにしちゃってうっかり忘れるってことがないでもないんで、ガスは指差し確認ですよ。電車好きのいや大事ですよ。こう思考換気と言いますね。あれ思考換気って言うんですか。思考 指でですすねね確認だから指さすわけですよ。前この話しましたね名古屋でタクシー乗ったらタクシーの運転手さんが信号通るたびに「青信号よし!」それをですね両手を離してやるんですよ。だから指ささなくていいからハンドル握っとけよ後ろから言いそうになったけどこういう人に関わっちゃいけないと思ってじっと我慢してたことがありますが今日は。 なんかもやもやしたんで指差し確認でですよ<ー>冷蔵庫止まってるでかつてここでですね、はい、床暖房をつけっぱなしで週末大阪に帰っちゃった話をしましたからエアコンだからそれ以来私ね床暖房もそうだしエアコンもそうだしつける時には必ずタイマーをセットして、えー、あ一定時間で必ず切れると3時間なら3時間で切れると、うん、それでまあ暑ければもう一遍入れりゃいいです寒ければもう一遍入れりゃいいだけの話ですから,、うん、だから基本タイマーをかける。 とということにしてますから家を出るときに毎日エアコンが作動していてもそれはもう自動的に止まるということで、うん、エアコン OK 冷蔵庫 OK ガス OK、えー、洗濯物は干した<ー>もう点検するとこないんですよ。大丈夫だろうだけどなんかモヤモヤしたまんま出てきちゃったんですよ。はい、それから晴海通りをポコポコと日本放送に向かって3 0 0ルぐらい歩いたときに。<おー> <laughs> うん 気がついたんです思い出したあれだあのね、はい、数週間経っていた生卵というのが冷蔵庫にあったんです<え>基本的に 生卵は冷蔵庫入れる人多いと思いますがあれあの料理の専門家等に言わすとですねしも、はい、さん卵というやつは常温で保存するのが原則ですから冷蔵庫の中入れなくてもいいですよってこうおっしゃる方多いんですんだけど冷蔵庫には卵ポケットみたいなやつがありますからね卵いかにも入れようと言わんばかりに卵ポケットがありますから買ってきた卵は卵ポケットに入れるじゃないですかす、ね、で生卵というやつはこれについてはかつて言及したことがありますが、はい、ゆで卵と生卵だと生卵 生卵の方が日持ちがするんですよあれいっぺんゆで卵にしちゃうともうあ,のあんまり持たないですけど生卵の状態だったら数週間卵というのは産んでから基本は持つものをですね、まあ、新鮮なうちに食べた方がいいですけども、ね。で私の家の冷蔵庫に3つだけ。 生卵が残っていたんですすよ、うん、それを今日の朝発見したんででねさすがにもうこれ3週間ぐらい経ってるからそろそろ食っちまった方がいいけど1日卵を3つ同時に食うのは、うん、これコレステロールその他を考えるとあんまり良くないんじゃないこれもね諸説あって、はい、卵取っちゃ駄目っていう説と家で大丈夫だっていう説と、えーえー、これもお医者さんでもいろんなこと言う人がいて、えー、よく分からないんですが。 でも同時に3個は食いすぎだべと食べたくもないしと思ってそうだじゃあ3つの卵をとりあえず1本。 茹でるるととということで時間をリリセセッットトするとで今今日日からリセットしてて個個食べて残りが2個だとでも週明け月曜日に冷蔵庫の中に入れておいた時に2個の茹で卵はおそらく月曜日大丈夫だろうとダメでも2個しか廃棄しなくて済むわけだからなるほどとりあえず一っここでリセットするために茹でておこうと思ってそれも普通にガスで茹でたら気が付くんだけどそうじゃなくて私は最近というかもうこの5年ほど。はい、うん ゆで卵を作るときに、うん。 ガスとか使わないんですよ。あの電子レンジの中にゆで卵機、<あ>ゆで卵作り機あるじゃないですか。あれ、すっごい便利なんです。はい、下の方にチラッ,ッと水を敷いて、その上に卵をこう並べるようにして、上から密閉して、うん、まあまあ五分から七分ぐらいですね。うん、で、それもね、五分だとかなり半熟なんですけども、五分だとかなり半熟なんだけども、そのまんまほっとくと、うんうん。余熱で固まるんで、はいはい、燃料代の節約にもなるんですね。<laughs> 足りなりいですねで、えー、今日家を出る前にそうだ今日昼飯たんぱく質が足りないからゆで卵を1個作って持っていこうと思って、はい、ゆで卵作り機をセットして電子レンジに入れて5分タイマーをかけて、はい、で 今の電子レンジって、まあ、昔もそうかもしれませんけれども、取り出さないと、ずっとうるさいんですよ。冷蔵庫、あの、電子レンジの中に調理したやつ、忘れちゃうっていうことが、結構昔頻発してたらしくて。今の電子レンジは、中のものを取り出さないと、一分ごとにピー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 言うわけですよ。ところが、今日に限って、言ってたのか、言ってないのかも、わからないんだけれども。 うん、多分言ってなかったらレ電子レンジ自体が壊れちゃってるということなんでもっと大きな問題をかかることになるんですが <laughs>、うんまあ、早い話が、はい、ゆで卵を作って、ええ、ゆで卵を3つ電子レンジに入れたまんま、ええ、家を出ちゃったということに<ら>気が付いたわけです。<laughs> 気がついた だけどもう3 0 0ル以上離れちゃっててこれはしかし電子レンジって5分経つと自動的に切れるもんだしそこで火事が発生することは考えられないしすでに電子レンジの中で出来上がってる3つのゆで卵をそのまま放置して。 まあ、多分常温放置ということになって、うん、部屋の中はかなり高温になるんだけども、ね、多分ゆで卵作り機の中で一旦完全殺菌されてる状態ですからなるほど、うん、外気が全く入らないかっていうとそうでもないけれどもそう簡単に腐ることもないだろうと思って、うん、今放置してる状態なんですが <laughs> あ今この現在も<あ> <laughs> <ら>それはね心の 奥の方にものすごく引っかかってもやもやしますねどうしたらいいですかどうしたらいいですかってこれ取りに帰るわけにいかないですからねいや今日これから私あの空港へ直行して大阪に帰りますのであらまそれゆで卵取それはもうダメだダメですよだって飛行機時間間に合わなくなりますからあじゃあもう諦めるしかないじゃないですかそうですよだってお部屋の温度もう一つ大きな方法としてはですねはい。まあこの番組をこのまんま飯田区にお任せして卵を見に帰るということは可能かといえば可能なんです何を クマを倒したそうじゃないそうじゃないですよ大山桝立っていやいやだから大山桝立はですね北海道でヒグマと戦ったんですよ俺うだと思うんだよねヒグマはいくらなんでもいかに空手かで強いっつうだってヒグマ小れグマのヒグマならともかく大人のヒグマは無理じゃないから大人のヒグマってグッと立ち上がったら3メートル 超えますからね。いかに大山マスターズでもどうなんだろうか。伝説としては倒したことになってますけどね。はい。いやいや、本当です。で話してます。番組が卵に負けるみたいなやめてください。本当に。番組やってください。いや、卵大切で。しょ卵。さ大切だけどさ。ああ、茹でた僕はどうなるんだ、この週末。 ということで後日談は月曜日におうちに帰って電子レンジの中にたものがどうなっているのかを確認してまず食えるかどうかいやいやいで燃料代節約のために5分しか茹でてないですから基本その段階では半熟完全な半熟のはずなんですが余熱で中までどの程度固まっているか。 いや絶対食べますよ私これ食べることに関しては自信があります<ー>100%食べますが食べますか大丈夫っしょ だって私の理論でいうとゆで卵器の中は完全滅菌ですからねあまあまあねそうでしょ完全滅菌でしょ一匹たりとも細菌がいない状態ですからで卵の殻に守られてますし、はい、ただしそのゆで卵作り器自体は密閉状態じゃないですよ、えー、外気が若干蒸気が抜けるようにできてますから外気,すよ外気が入ってきて、えー、まあ細菌がこれから 多分二十四時間後ぐらいに増殖を始める可能性がありますね。その外気が卵の殻、はい、まあ卵の殻つたって、まあなぜゆで卵は。 持ちが悪いいかというとう生卵っていうのは一つの細胞だからあの中に細菌とかウイルスとかってなかなか入らないんですが茹でちゃうと細胞の膜が壊れてますから細菌とか中入りやすいんで腐りやすくなるという理論は分かるんですよでもなんとなくでで守らられてるるかか大丈夫のようなな気がすすじゃないですかその上卵というやつは腐ってりゃ確実に匂いで分かりますから私鼻は効きますから、ね。 なんか腐って変な匂いしたらねちゃんと捨ててください変な匂いがしたらここに持ってきていやいや一緒なんですしいやいやまたまたましかもなんで俺にどこにさせるんですかあるいはですね強烈なあの辛みのパウダーかなんか混ぜてですねそうよくないですよ味がわかんないんポテトサラダかなんか作って卵サラダにしてどうぞどうぞってどうじこれがこの間ほら高校生がぶっ倒れたそうですよポテチですみたいなああいう話になってきました。だめですよそういうのそうですよはいどうぞ どうしてください。せっかく今日は綺麗な花火をの話をするつもりだったのにですが、全然リスナーのおかげでいや俺のせいじゃない <laughs> お時間になりましたんで進めます。全部、えー、<laughs> そこまで言うか、この後は最新の株と為替の情報です。で、昨日から今日にかけてのニュースを振り返る。ズームフラッシュで4時台はアメリカの共和党大会。3日目副大統領候。領 候補のバンス氏が演説というニュースについてお送りしますで、5時台は働く高齢者の厚生年金減額制度見直しへというニュースにズームします 番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。まあこのオープニングトークに関すること、取り止めのないお話に関すること、それからあなたが気になるニュースなど送ってください。悪かったな。メールは ZOOMZOOM アットマーク一二四二ドットコム X はハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームで参加してください。 今日もエンディングで、えー、リクエスト曲をお届けするズームミュージックリクエストをお送りしますが。今日のお題は。胸騒ぎを抱えながら、家を出た時に聞きたい曲。ああ<ー>、<ー>胸騒ぎを抱えたまま、家を出た時に聞きたい曲。はい、後ろ髪を。はい 引かれながら家を出たときに聞きたい曲にしようかとも思ったんですが、それは飯田ダに対する嫌味な気がして、ちょっとね遠慮しておきましょご覧ください、後ろ髪はいっぱい。あ、本後ろ髪はいっぱいあるぞ。後ろ髪はいっぱいありますよ。私前方後退型ですからね。高速の神様みたいなそうですね。なんだっけ、チャンスの前髪です。それそれ。前髪はちょっと。胸騒ぎを抱えながら家を出た時に聞きたい曲。甘曲の理由も書いて送って。 ください。メールはズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあ続いてはガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて九百七十一円三十四銭安い四万百二十六円三十五銭で取引を終えました。 トピックスは昨日と比べて、四十六点五八ポイント低い、二千八百六十八点六三で取引を終えています。円相場は、一ドル百五十六円十銭付近で取引されています。東京市場の円相場は、百五十五円台へ上昇する展開になりました。 昨日の円買いドル売りの流れが続きますと、序盤に6月7日以来となる155円30銭台へ上昇しました。足元の円相場は政府日銀による円買い介入への警戒感に加え、昨日河野デジタル大臣の発言を受けた日、銀による利上げ観測から円買い圧力が強まりやすい状況です。 こうしたことから今夜も不安定な値動きが想定されるため注意が必要でしょう。以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。 今日気象庁は関東甲信と東海が梅雨明けしたとみられると発表しました共に平年より1日早い梅雨明けになりましたアメリカのホワイトハウスはバイデン大統領が新型コロナウイルスの検査で陽性が確認されたと発表しました症状は軽くデラウェア州の自宅に戻って隔離措置をとります 36人が亡くなり、32人が重軽傷を負った京都アニメーションの放火殺人事件から、今日う7月18日で5年となりました。現場となった第一スタジオ跡地では追悼式が行われました。自民党は公職選挙法違反の疑いで、東京地検特捜部の家宅捜索を受けた堀井学衆議院議員の離党届を先ほど受理しました。 堀井氏は2022年頃に選挙区内の有権者に対し、自分名義の公典を秘書らに持参させた疑いがあり、今日午前、東京地検特捜部が議員会館の事務所などに家宅捜索に入りました。来週26日に開会式が行われるパリオリンピックを前に水質問題が懸念されるセーヌ川をパリ市長らが泳ぎました。 セーヌ川はトライアスロンなどの会場となっていますが雨の影響で下水が川に流れ込み水質が悪化するためパリ市が対策を進めてきました調査会社インテージが発表した今年の夏休みの予算総額に関する調査によりますと前の年と比べて2.6%マイナスの平均5万8561円でした 特に予算の落ち込みが大きいのが海外旅行で14%マイナスの44万3058円でしたまた国内旅行は2%プラスの10万2318円でした宿泊日数は減少したものの宿泊料金の上昇や物価高で予算が引き上げられています 2025年、大阪関西万博に子どもを無料招待する大阪府の事業をめぐり、大阪の横山市長は、会場の人口と夢島の新駅に乗り入れる大阪メトロ中央線に、郊外学習専用列車の導入を検討しています。無料招待事業では、大阪府内から1日あたりおよそ1万4千人の子どもが来場すると試算されています。 今週の飯田君忖度鉄道ネタはあまり飯田君忖度鉄道ネタっていうイメージじゃないの <laughs> これはもうねどっちかというと辛抱さん向けの大阪いやいやの、ね、私最近この万博に関するいろんな人のコメントや意見を聞いていて、はい、根本的にコンセプト間違ったんじゃないかっていう気がしてきたんですよ。うん、というのがですね大体今回の万博のスローガン言える、ええ ええ、なんだっけ、命輝く、違うか <laughs> あ<ー>。ああ、なんかそんなイメージ。すごい、すごい、すごい,すごいあ。本当ですか。あの、私も今、直近、すぐに思い出せなかった。<laughs> ネットで調べたんですよ。よ<ー>命輝く、未,未来社会のデザイン。<ー>だいたい、これさ。ゴロ悪いじゃん。ゴロ<国> <laughs> 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 悪くない。誰が考えたの、これ。うん もともとはもともとは健康長寿だったんだけども健康長寿というテーマではえ平均寿命の短いアフリカなどの国の支持が得られないとでやっぱりあの第三世界の票ってすごく大きいですから数が多いですからそうすると第三世界の あの票を稼ぐためには健康長寿では絶対無理だよねって話になってほいじゃあなんか別のテーマって言うんで出てきたのが「命輝くメラン社会のデザイン」っていうわけわかんない語呂の悪い何が言いたいんだかよくわかんないっていうタイトルになっちゃったんだけどでも基本コンセプトはね健康長寿のまんまんでで良かったと思うんですよ、はい、でそこがやっぱりねなんかあの中途半端に万博関わっちゃってる人たちが今回。はい 大阪万博とか筑波万博とか過去の万博のイメージがこう頭の中にあってまあ筑波万博なんか本当にしょぼい万博だったんですけどあごめんね私あの全部言ってますから基本的に本当に大阪万博に比べると筑波万博なんてゴミみたいな万博だったんですけど基本的になんか未来を見せるっていうなんだか万博コンセプトをみんな持ってるじゃないですかえだからなんとなく未来を見せる若者たちに未来を見せるっていうんだけどところが 最近つくづく思うんだけど未来というのが我々世代は今より昨日より今日より,今日より明日良くなるものっていうイメージが未来にはあるわけですよ。<laughs> ところがですね、はい、最近ちょっとガムとかハワイとか、ね、そりゃお金高くて無理だけど30年前はなんかサラリーマンが週末の旅行ですぐ行けたよねっていうような、うん、未来より過去の方が明るかった。 あの一時期アメリカでも昔そうだったんですがあの昨日より明日の方が豊かになるということを信じられない若者が増えてる日本今現状において最もそんな状態で未来見せてあげるって言ったと、うん、いよいよ過去の方が良かったじゃんみたいな未来に対するまあ明るいイメージみたいなものがそもそも失われてるんじゃないのっていうことが一つあるんですが。うん その子供に未来を見せようなんていうなんかカビ臭いコンセプトはやめて元々の健康長寿という発想今回の万博を発想した時の原点に戻ってあのね 高齢者にメイドの土産を持たせるという、はい、<laughs> そういうコンセプトに作り変えて今回も校外学習で若い人を無料招待で電車通すんじゃなくて大阪の全部の老犬施設の高齢者をただで連れてくるぐらいの発想の転換言い方ともかくとしてね発想としてはね高齢者の方をお招きするってのはいいと思いますけれどもはいお時間になりましたで <laughs> ツームフラッシュでした。 七月十八日木曜日、時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。増山さやかと飯田浩二の三人でお送りしております。今日もメッセージをいただいております。皆さんありがとうございます。静岡県浜松市の阿部二さん、六十五歳男性の方です。辛坊さんより三歳年下の早稲田大学法学部の後輩です。それはそれは。 2020年3月に自転車日本一周の旅に出発し四国、九州方面を回りましたがし新型コロナにより中断そしてこの度旅の続きをすべく5月に出発しいい、ね、東北、北海道を一周して16日に無事浜松に戻ってきました<ー>累計で7400キロの旅でした。 辛坊さんのヨットでの再チャレンジでの成功が私の中で励みになっていましたいやいやまたご著書の風のことは風にとえにもサインをいただきバイブルとさせていただいておりますいい恐縮です恐縮です、えー、もうじき65歳ですがいくつになってもチャレンジはできると思いますこれからもご活躍を記念しておりますい何が素晴らしいかってですね、えーはい、ヨットの場合は、うん、風が動力ですから 別にあの足で漕いだりです、ね、何かしたりする必要がありませんけどもん自転車の場合はずっと足で漕いでなくてはいけませんから <laughs> 体はきついですよ、自転車の方が、がい,いくつになってもチャレンジできるその通りなんですけれども私、この年になってつくづく思うんですが、うん、でもやっぱりね、うん、さっきの万博の話じゃありませんが、うんえー、年とともに。 できることは少しずつ残念ながら減っていくのはもうこれはしょうがないですよこれはもう人類私ねこの間ふっと考え事してて人類発症以来日本列島に一体何人の人間が誕生したかって計算したことあります。<laughs> まあ推定私その時ね結構緻密に計算したんですがまあ 数百億人以上なんです、まあ、簡単に言うとですね、うんえー、もしかすると一桁上かもしれないですよだけどその中で何百億人という人間がこの日本列島に誕生して、はい、誰一人として不老不死の人はいないわけですよ。まあ不可避的に<う> <laughs> あのやっぱ体は衰えてくるという状況の中でまあこれから分かんないですよ今がもしかすると過渡期で、はい、AI にあの脳みそを移してみたいなことが<ー> <laughs> そうなると命って何なのよとそ,、ね、それがね今回の万博の主なテーマのはずだったのにいつの間にかなんか子供に未来を見せるとかっていやいやそこは違うっしょ、うん、大阪万博70年じゃあるまいしと思ったりもするわけで話元戻っちゃいましたけどね、うん、で確実にやっぱりね。 えー、夜年並みでちょっとずつできることは少なくなっていきますから、うん、結論です、うんはい、できる時にやりたいことは全部やっといた方がいいです。できれればばねそういうい状況にあれば、うんはい、だってこの日本列島に何百億人の命が誕生して、うん、人間の命が誕生して残念ながら一人として生き残っていないわけですから,、うん、からもう厳然たる事実ですからね。 できるときにやりたいことは全部やっていた方がいいですよ。犯罪じゃない限り、はいうん、犯罪は迷惑ですからね,すね。そうですよ、そうですよ。まあこの方はね、立派にもう一周されて、本当におめでとうございました。えー、私あの軽自動車の後ろをベッドに改造して日本一周。<ー>これだと焦がなくて済みますからね。<笑><笑>まあそうですね。私基本しんどいのが嫌なんです。<laughs> じゃ先々ねゆっくり考えてください。志望させてもらうのますはい。 まだまだご意見お待ちしておりますので、メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム x でもどんどん参加してください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでポストしてください。で今日のズームミュージックリクエストのお題は胸騒ぎを抱えながら家を出たときに聴きたい曲。こちらも選曲の理由を書いて送ってください。お待ちしております。 さあこの後はアメリカ大統領選挙の行方にズームします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらですアメリカの共和党大会3日目副大統領候補のバンス氏が演説 アメリカのウィスコンシン州ミルウォーキーで開催されている共和党大会は現地時間17日副大統領候補に指名されたバンス上院議員が演説を行いました。また最終日の明日トランプ大統領候補は指名受託演説を行う予定で銃撃事件を初めての演説となります。あの暗殺未遂からねどんな言葉を喋るのか。 あの副大統領候補に39歳のバンスさんという人が、はい、名前がちょっとやばいっすよねバン,スバンスってさほら、ええ、付属業界でさ借金とか前借りのことをバンスって言うじゃないですかああじゃねえわ <laughs> ね <laughs> 昔あの「上海バンスキング」という映画があってですね、うん、まあ,あの要するに上海が。 えー、あの要するに中華人民共和国がでできる前の上海ですよ<ー>あそこでい,や、まあ、あのいろんなとこから借金しまくって、うん、合流して伝説作った日本人の話で,、うん、でその借金をっていう意味でバンスキングっていう言葉があるんですが私この名前聞いた瞬間に。 バンスか <laughs> と思ったのでございます <laughs> <ー>でこの人はあのどういう人かというと、はい、白人です白人です白人アメリカの、まあ、プアホワイトっていう言い方ありますね貧乏白人 <laughs> 直訳すると <laughs> 直訳するとねあんまり直訳すると響きは悪いですねプアホワイトって <laughs> まあまあそうですね,ね、えー、で それは差別語ではないんだけどプアホワイトは明らかにちょっと差別的なニュア,、えー、ニュアンスがありますがあのそれ自体は差別語ではないんだけどヒルビリーっていう言葉があるわけですよ、はい、ヒルビリーってどっちかというと、まあ、カントリーミュージックみたいな、えー、あのだけど、まあ、白人の田舎者っていう意味もあるんですねでこの手の差別語に近い言葉って、まあ、ヒルビリーはまあ音楽用語だったりもするんですけどもレッドネックみたいな言い方があるわけです。はい、レッッドネックって何かとというと 首の後ろが赤いんですね、うん、で白人で首の後ろが赤いっていうのは日に当たるところで労働をしているっていう、うんうん、まあ南部の田舎者っていう意味でかなり差別的なニュアンスがあるんですが、うんまあ、いやレッドネックもプアホワイトもそれからヒルビリーもいずれも貧乏な白人っていう意味が とあるわけですよそういう意味で使われる言葉なんですが<ー>でこのバンスさんっていう人は「ヒルビリー・エレジー」っていう曲で、はい、曲じゃねえやあの本で大ベストセーラー飛ばしてる、はい、エレジーはまあご,ご存じのようにバンカとかアイカですねー要するに勘分け担ぐ時に歌う曲ですよ。ヒルビリーーエレジーだから要するに、はい 貧しい白人がこんなに虐げられてひどい目に遭ってるぞっていう、はいええ、そういう本を書いて大ベストセラーの作家で名を打って本人もまあいわゆるそのプア・ホワイトっていう貧しいあの白人階級の出身でお母さんが役中で本人も役中になりかけたところを何とか救われて本人の努力でま,あまず海変隊、はい、海変隊 アメリカはあのー、4軍っていう言い方あ、まあ、宇宙軍があるから最近5軍か。あ軍かでまあ、あのー、基本的にもともとは、えーま、海軍分かりやすいですね陸軍分かりやすいですね空軍分かりやすいですね。陸軍日本は戦前、あのー 空軍軍は海の中にほとんど入ってますあ自衛隊になってから海上自衛隊航空自衛隊そして陸上自衛隊でアメリカはマリーンっていうのがそれとは別にあるわけですよつまり海軍はネイビーじゃないですか陸軍アーミーですよねで航空はエアフォースでこれにプラスして あのマリーンっていうのがあるわけです、はい、これが海兵隊っていうんですが、はい、この海兵隊っていうのはどういう兵隊かというとですね、えー、アメリカは今もうあの徴兵制停止されてますけれども、えー、基本あるはあるんですよ今でもね。で伝統的にこの三軍陸海空の三軍は徴兵も入れてたんですがマリーンっていう海兵隊だけはもうずっと あの徴兵兵じゃななくて志願兵なんですこのマリーンってのはどういう部隊かっていうと、うん、マリーンって聞くとなんか海のそばで何かやってるコーストガーみたいなもんかなとか, <laughs> かな、ね、えそういう爽やかなイメージじゃないですそうじゃなくてですね、えーえー、とにかく一番戦闘のきついところに最前線で上陸していくっていう。うん 最前線に上陸してく荒くれ男たちだからはい、はい、訓練も厳しいし、うん、志願兵じゃなないいと持たないんですよ、うん、でこのバンさんという人は、はい、自分から志願して海兵隊経験があって<え>イラク派遣歴があって、うんはい、イラクは大勢アメリカ兵が死んでいっぱい PTSD になってる人もいらっしゃいますからね、うん、あのイラクを乗り越えて帰ってきてそれでやっぱり白人こんなにひどい目に実はあってるぞっていう本で大ベストセラーを飛ばした有名人を ここへ持ってきてで何のためにこの人を選んだかというとまさに今私がここでお伝えしたようないわゆるプアホワイト層っていうのが。 今回ののの選挙の行方を大きく決めそううだっていうのがあってていがあアメリカの大統領選挙って何回もお話ししているように州ごとほぼ州ごと総取りなんです州、まあ、によって若干、選挙制度違うとは言いながら例えばカリフォルニア州なら一票でも民主党の方が多ければカリフォルニアの大議員は全員民主党ねオセロのようにひっくり返っていくわけです。でアメリカっってて東海岸西海岸岸西いうのは もう伝統的にもうどんだけトランプが今後人気が高くなろうが民主党が抑えるに決まってるっていうところがあるわけです同じように南部とか、えー、共和党が伝統的に強いところは、うんままあ、どんだけ素晴らしい民主党の候補にバイデンが変わったとしてもそれでも共和党っていう州で。うん 50州のうちの43州ぐらいはもう決まってんですよ、選挙の結果はって、残りの7つの州ぐらいがいわゆるスイングステートってって、選挙のたんびに民主党に転ぶか共和党に転ぶかわからないっていう、きわきわのところがあって、そのきわきワの選挙の中で、デトロイト周辺みたいなあの自動車産業、五大湖っていうあの北西部に湖がありますね、あの周りで伝統的にアメリカの自動車産業で。 やっぱりあの日本なんかの自動車産業にやられてもう錆びついちゃってもう工場どんどん閉鎖されてみたいなところで白人労働者がすごく多いところで貧しい白人がみんなひどい目に遭ってるぞっていうその人たちの票が実はこの辺りがどっちに転ぶかで最終的な大統領選の決め手になるというところの票を抑えるためにこの選択ってやっぱかなり効くんじゃないのっていう。 いうふうに言われてますその上ですね、はいえー、今回の演説なんかを聞くとですね明らかにトランプ大統領が言いそうなことを言ってるわけですあの銃撃戦銃撃戦じゃねえや銃撃騒動以来、はい、むしろトランプ大統領の一言一言の発言がなんか人が変わったように<ー>まあ自由と白愛みさすがにそこまでは言わないけどニュアンスとしては 団結しましまょう皆さんみたいなどっちかというとそういう「え人変わっちゃった」みたいなトランプさんの発言がどっちかっていうと。 うーん今までのトランプさんじゃなくてこわもてじゃなくてソフトムードというか連帯を意識するような発言のそういう役割で <laughs> 一方でもやっぱりトランプ支持の中では <laughs> さんの支持する人の中では今までのトランプさんみたいにアメリカ第一で中国叩き出せみたいな簡単に言うとメキシコ人叩き出せみたいな <laughs> そこはまでは言ってませんがニュアンスでお伝えしております。もし 何か問題がありましたらすべて言いくだということうああのー、そういうこわもての発言その他を期待する層っていうのはいるわけですよはいその役割をどうやらですね、うん、今回この副大統領候補のバンスさんが担いそうですねいわゆるアメとムチチュンですかねこうなん取り混ぜての選挙戦の中で、はいはい、え今まではこうの部分をトランプさん本人が担ってたんですが<ー>まあ その銃撃の影響もあるのかもしれないけれどもそれが選挙戦略なのかよくわかんないんですが、はい、トランプさんどっちかっていうと「な、うん」で、はい、その「こう」の部分をこのバンスさんという人が担うという夫人で選挙に臨んでいくというこれはなかなか強力だなと、えーうん、一方のバイデンさんはといえば、はいえー「またぞろ身内」の中から。 バイデンじゃ勝てないからやめてくんねえかなみたいな声がまた再燃し始めてる、ええうん、上に上にコロナになっちゃったりなんかしてそうなんですよねあい朝方速報が入ってきました、うん、もうなんか「弱り目にたたり目」っていう言葉はこのことのためにあるんじゃないのぐらいな本当ですよねだからここからあとまあ投票日まで4か月ありますから、はい、何か一発逆転の方法が。 バイデン陣営は何かあるのかっていう今もそういう段階に来てますね。か、えー、かあるんですかねいや,ーいや差し替えるにしてもねその選挙資金の問題とかがあるから基本的にはカマラハリスさんしかないと。いやだからあのあっいいか。どうした <laughs> 言っちゃいけないこと今言いそうなとやめる危ないこと言おうとしてましたよね気持ちの悪い今が今ありましたね気持ちの悪い今言うな浮かんじゃいました、ね、っあれ浮かんじゃったんですよ,浮か,よ浮かんじゃったんですねじゃあ次の話題いきますか続いて解説するニュースこちらです 中古品の販売額が6.2兆円 GDP の1%超え内閣府によりますと車や医療品などの中古品販売額が2022年に6兆2000億円となり12年間で2倍近くに急拡大したことが分かりました名目で600兆円弱の GDP のおよそ1%に相当するものの GDP には原則として反映されないため個人消費の実態が見えづらくなっております。 まあ当たり前の話でね GDP の定義は新たに生み出された価値ですから中古品の売買では新たに生み出された価値っていうとまあその売買に関わる諸経費は GDP にカウントされますがそのもの自体はもうすでに過去に GDP にカウントされてるものですからえ新たに計上しないんだけども実際だから日本の政府統計日本だけに限りませんけれどもいわゆるその政府統計ってやつがどこまで信用できるのか論は一旦横に置いといて中古品 中古品売れてますよやっぱり、えー、あのでもね中古品が最近大問題になってるのは、うん、中古品の売買でトラブル結構大きい<ー>多いんですん中古品の売買しますよねブランド物を中古で売りますブランド物って今円安の影響であの新品買おうと思うとそもそも物によったら売ってくれないっていうこともあります買えても ちょっと前に比べたらとんでもない値段になっちゃってる、うん、新品手に入りづらい、うん、で中古でまた逆に言うと中古を持ってる人にとっては売り時なんですよね、うん、だから売りに出すえ,ー、え中古品売買ネットサイトで売りますで基本的にキャンセルダメですよっていうのは、まあ、中古品の売買サイトによるんですが大手の売買サイトはキャンセルダメですよは言っちゃいけないことになってるんですよ<ー>ね、はい、でキャンセルしちゃいけないだけどまああのー で何が起きるかというとじゃ私が今、今日持ってる高級ブランドバッグを某中古品売買サイトで売りに出したとしますね買った側が「いやなんか臭いし臭くないんだけどキャンセル」って言って「写真じゃ匂いまで分かんなかったから」って言って送り返されて来たやつを見たらあれこれ 売ったやつじゃねえじゃんっていう、うん、偽物じゃんっていう このトラブルが結構相次いでんですよ。<え>えー、偽物が送られてきてたの。そう,そうそうそう。だから本物売ったのに偽物。<ー>だから今気をつけなきゃいけないのは本物売るときに少なくとも自分が売ったものはこれだっていうようなまあ明らかにわかるタグみたいなやつをつけておいて、このタグを剥がしたら外したら、はい、あの返却できません。これはオッケーなんですよ。うんだからあの返却するときにはこのタグごとえあの。 返品してくださいねっていうその契約はありなんでそのぐらいの用心をしないと中古品売ったんだけれどもすり替えられて偽物を送られてくるっていうようなトラブルが結構頻発してるんだけどもまあ 表面化してないことも含め、正面、表面化していないものも含めてね。うん、だから、中古品の売買は、今、もう本当に大ブームになってるけれども、気をつけないと危ないです悪いこと考える人っているんですね。ううすね次から次へとね。まあ、それも、これも、やっぱり、ちょっと、私なんか、だから、世代にもよるんですよ。うん、私なんかの世代はね、割と中古品に対して、こう。なんか、拒絶反応みたいなやつがあるんですが、全く気にならないっていう世代も最近。むしろ、あの。 古着なんかの方がいいだから私よりも,もうそんなには、まあ、本人は大きく違うと主張してらっしゃるようですが思ってらっしゃるのは分かるんですが <laughs>、ええ、私とそんなに世代違わないだろうと思うアトムさんなんかも、うん、違いつも着てらっしゃるのは古着だったりですそう。あ<ー>えて、えーね、古着を選んできてる、まあね、若手の方 <laughs> 先週末私カンボジア行ったんですよ。 あのやっぱりねカンボジアの通貨のリエルっていうのはドルペグなんでドルがここまで高くなってくると<ー>カンボジアの通貨も高くなってカンボジアのプロンペンに丸亀製麺があるんだけどカンボジアのプロンペンの丸亀製麺が日本より高くて現地の人がいっぱいで、うん、やっぱ都市部の賃金それに耐えられるぐらい上がってきちゃってるっていうのがある一方であ、はい、まあ泥棒市場みたいな。 ねはい、ところもあるわけですよ泥棒市場じゃないんだけど古着市場なんだけどず、えー、っと見てたら、はい、工事用のまるまる建設って刺繍がある、うん、ベストとかが。 ーっと並んでるんで一体これは何だって言ったらカンボジアが今から20年ぐらい前にものすごく貧しかった時に全世界から援助物資で古着が送られてきたことがあってだからコンテナにも圧縮されて満載されてきた古着を一個一個ほぐして洗って市場で並べて売ってるんですねこれが。 まる建設の中古車が東南アジアに行くと走ってるっていうのはちょっと一昔前の光景ではありましたけどい,ましたいやカンボジアって <laughs> 見たこともしかすると中にはすごい懐かしくて掘り出し物の古着もあるかもしれませんから<ー>でぜひあのカンボジアのプロンペンを訪れることがあったら、まあ、いわゆる泥棒市場みたいなところに足を運ばれると面白、えー、そうですね。 え援助物資横流ししていいのかって話ですからね。よく、ね、ないんですけど、ね。そんなこと言ってると切りがないので今日はこのぐらいにしてきます。わ <laughs> かりました。お時間もよろしいようでズームオンでした。ズー。ム 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです。飯田浩二です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊富士」の記事を解説する「夕刊富士そこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛りだくさんぜひラジオラジコでも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 1>, 1月18日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちはしんぼ郎ですこんにちは日本放送の増山さやかですこんにちは日本放送の飯田浩二です5時を過ぎました<い>ズムミュージックリクエストをご紹介してまいりますありがとうございます皆さんありがとうございます今日のお題は胸騒ぎを抱えながら家を出た時に聞きたい曲ですこれはやっぱりあれだね 皆さん和気の風かな。あります。皆さんどうなんでしょうか。ね、静岡市のラジオネームクワトロさん、59歳ですね。そんな時はきっと胸がざわわざわわとなると思います。森山涼子さん、佐藤きびバタッチ。ズワワ。え <laughs> いや別にカラオケスナックじゃないんだけど <laughs> 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 いきなり歌い出すのはしした千葉県習志野市のラジオネーム <laughs> マー君のじいじさん。 電子レンジに入れたままの卵ほっとけないですよね辛、うん、房さんそりゃさぞかし心残りでしょう、うんうん、<laughs> というわけでそのまんま細川隆さんの心残りはどうでしょう<ー>ね月曜日にお家に帰って電子レンジのドアを開けた時私バカよねおバカさんよね <laughs> となっていないことをいますうまいうまい、はいはい <laughs> はい えー、東村山市、まだ関西人さんという58歳女性。東村山にお住まいなのに。あ、そうすか。胸騒ぎ、心臓がズキンドキンしませんか。スルスルリクエストは小泉今日子さん、渚のハイカラ人の。ズキンドキン、キュートなヒップにズキンドキンって。うん <laughs> 放置したゆで卵を食べるなんてズキンドキンプリリレルさんお腹がズキンドキン食べない方がいいですよ <laughs> ね、やめた方がいいと思いますようん、うん、新潟市のプリリレルさんですね毎日楽しく拝聴しております私今月転職をしてラジオを聞きながら作業ができるようになりますそうですか分かりますようにね 憧れのミュージックリクエストに初参加できて嬉しいです本当に恐縮です,すさて本日のお題ゆで卵さんが週明けどうなっているのかスリリングなことになりそうですねく、うん、ドキドキした週末を過ごし月曜も危険な胸騒ぎをしながら食べるかどうか悩む姿が目に浮かびますでもねちょっと早い危険な胸騒ぎと歌う堀内恵美さんの戸惑いの週末そんな曲あるんだありがとうございます、ね ラジオネームヒラリンでお願いいたしますという方胸騒ぎを抱えて家を出てあれこれと考えながら歩いていてあっと原因がわかったときに一瞬時間が止まったようになるので<え>リクエスト曲は違うんです桑井智子さん私のハートはストップ、うん、なるほどね、うん、ありがとうございますそれからマヨマヨさんスマップの胸騒ぎを頼むようリクエストします そんな曲あるんですかあるみたいです一番最初にねこの曲が浮かんだと意外と高生作家さんはサザンを選んでこなかったですね絶対来てると思いますけどねいただいた方ありがとうございましたありがとうございますズームオンミュージックリクエスト本日は細川隆心残り私バカよねということでねたっぷりエンディングで聞きましょうはい さあ、あなたからの質問やご意見、二十四時間お待ちしておりますので送ってください。ニュースや普段の生活で感じる疑問などもどんどんメールで送ってくださる方は、z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム x はハッシュタグ辛抱じ郎ズームでお願いいたします。あなたからのご意見をお待ちしております。 新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです働く高齢者の厚生年金減額制度見直しへ。 政府は昨日65歳,以上にあ65歳以降に働くと賃金に応じて厚生年金の受給額が減る在職老齢年金制度を見直す方向で検討に入りました高齢者の就労を促す狙いですアメとムチの典型例でなかなかこれね、はい、難しい ですよ解説するのがどこに視点を置くかによって全然違うんですが多くの高齢者は関係、はい、ないねって話なんですなぜかというとこれ対象になるのがですね月収50万円以上ある人ですから65歳以上で月収50万円以上ってだ企業経営者で役員やってるような人はありえますねそういう場合どうなるかというと現在ですね あの厚生年金まあ今の厚生年金っていうのは昔はの厚生年金の1回部分2回部分で2回部分報酬比例部分とかって言ったんですが今1回部分っていうのは。 まあ、国民年金その他全部共通した基礎年金部分ということになってますからこの基礎年金部分関係ないですが、まあ、まずこの基礎年金に関しては頭から外してください、はい、大体最大月,月額で今6万円台だと思いますね、うん、でその上に2階に載ってる、まあ、あいわゆる厚生年金と言い,い,い,いますけれども、はいまあ、いわゆる報酬比例部分というやつで、うん、この報酬比例部分というやつは 現役世代の時にたくさん掛け金,金を納めてる。まあ現役世代の時の給料が高いと若干金額多いんです。ただし私前計算したことがあるんですが、納めるものすごい高い保険料ほどは、 たくさんんってきませほんのちょっとなんんですよ実はほんのちょっとって言っていいのかどうなのかまあ,あの多少はやっぱり現役時代給料の低かったって保険料が低かった人と現役時代に、まあ、一定以上の所得の人って毎月ものすごい額の厚生年金払わされてますけどもそれに見合った額でないことは間違いないですが、うん、まああの現役時代の掛け金が多いと厚生年金の報酬比例部分っていう2階部分が 多くなるんですが今問題になってるのはその、えー、2階部分とですねで月収50万円を超えちゃうと、えー、超えた部分の半額に関して年金減額されるんです。例えばですよ、えー、給料と 年金合わせて60万円の人がいたとしますね給料と年金の二回部分です、ね、だからいわゆる報酬比例部分ってやつですが、ね、給料と年金合わせて60万円という人の場合どうなるかというと、はい、50万円を超えた部分は10万円ですね、はい、そのうちの半分,半分5万円<ー>年金減らされちゃうんですよ。<ー>そうすると65歳過ぎて、はい、働いて 給料50万円超えちゃうと年金減らされちゃうとだ、うん、バカバカしいから年金と合わせて50万円ぐらいの給料にしようとこう思うわけですよ、うん、だけどこれがいろいろ問題を招いてましてねだったらもう働かない方が得じゃんって話になって、はい、もう働くのやめようやめよう 働いている限りは厚生年金加入義務がある人たちが70歳までありますから私は自慢じゃありませんけれどもそこそこいい年齢なのにもかかわらず68なのにもかかわらず申請していないから公的年金を1円ももらっていないどころか70歳までは厚生年金の加入義務があるので自動的に今毎月莫大な額の厚生年金の掛け金,金を。 ふんだくられているのにもかかわらず「知恵も年金をもらっていないと」と <laughs>、まあ、ふざけんなこの野郎みたいな <laughs>、えー、まあともかくとしてえ「ありがたいことでございます」という表現はした方がいいのかもしれませんが。ということで、えーまあ、高齢の方が働くモチベーションを下げてしまうということもありますから、はい、65歳ただねこれ歴史を振り返るとですね、はい、あのこの、えー、厚生年金のこの在職老齢年金制度っていうやつは。 むしろ昔は恩恵だったんですよというのは昔はですね年金というやつは基本的に働いてるうちはもらえなかったんですんで仕事辞めてからしか組んなかったんで高齢者から不満が来ておい、はい、ちょっと待って俺長年さ金ずいぶん払ってんのに働いてると年金1円ももらえないのはおかしくないんじゃないおかしくねって話になってじゃあいくらか払いましょうっていうことでスタートしたんです<ー>だからもともとは年金支給額を引き下げるために始まったのではなくて、はいえー、高齢者から不満が来た なんでいや、うん、あのいくらかでも払いますよとだけど50万円超えた部分に関しては半額にしてちょうだいねってっトータルですと、まま、半額はもう払わないよみたいなことで始まった制度なので。うんうんうん 昔は恩恵として始まったんだけれども今となってはそれが高齢者が働くモチベーションを下げてしまうと、はい、いうことでこれ、あのー、見直すとどうなるかというと、えー、数千億単位で年金支給額は当然増えます。当面,当面増えますたただし長い目で見ときに、はい 働くのを抑制しようというのが、まあ、だから長い目で見た時の年金財政にとってはどうなのかなってこれ微妙損とかあるんでなかなか一概には言えないんですが少なくとも短期的に見たときにはぐっとこれもし本当にすぐに在職老齢年金制度をやめてしまうということになるとさっきのモデルケースでいうと60万円満額払わなきゃいけないということでいうと要するに年金満額払うことになりますからそうすると年金財政にはおそらく数千億円のダメージになるんだろうけれどもこの間発表され 年金財政検証でまあ数千億ぐらいならなんとかなるかっていうふうにどうもベースがあるみたいなんだけどもただこの間の財政検証ちょうど私が夏休み取ってる時に発表されたんで詳しく解説する機会はなかったんですがまあ相変わらずンんんも物でありましてンんんも物ツッコミどころ満載なんですけども。 この年金財政検証って、五年ごとに大体七月に発表してたんですよ。二千、はい、最初の二千四年に、今の制度が完成したときに、ところがですね。二千十九年。 7月に参議院選挙があったんで<ー>参議院選挙の前にこの財政憲章を公表して、はい、選挙の争点に年金が来るのが嫌なもんだからうん、うん、この年だけ財政憲章の報告は8月に変えてるんですなんちゅう姑息なことをすんだ<ー>おめえらっ,らって話で <laughs> 今年は選挙がないんで、はい、まあまあ慣例通り7月の初めに公表されたんだけれども、うん、一応相変わらずですね将来にわたって現役世代の モデルケースにおいて現役世代の受け取っている給料の半分のお金は年金の支給ができますよっていうだけどその中身を細かく見てみたら将来ののの日本労労働働者者割割合が1割外国人労働者っっててことになってるわけですよ今ここまで円安になってきて今地方の経営者の人に話を聞くととにかく最近この円安だとなかなかね人来てくんなくて働いてる働く人が困っいなくなって。 だから外国人労働者の1割も年金を払う人たちとしてカウントされてんだけどもんそんな前提どこまで信用できんだよっていうなんかツッコミどころ満載な状況の中で、はい、まあ在職老齢年金制度見直しうん公的年金請求するか。 い <laughs> <laughs> いよいよもらう代わりそうそだなだってもらわないうちに死んじゃったらさ、えー、いやだからねそこのそこのそこの、うん、実は年金とは何かという最も大きな問題点が今の会話の中に実は潜んでいてですね私なんかの持論で言うと年金はもう社会福祉だと。はいね、社会福祉なら 一定以上の所得があって年金いらないだろうっていう人にはもう払わないと今そういう人たちにも払うっていうのは年金は財産権であるとあ<ー>権利であるという発想なんで、うんはい、大金持ちの竹中平蔵みたいな人だって年金払うわけですよ固有名詞だけどやっぱ年金はもうあの財産権ではなくて福祉なんだと困ってる人に老後の助けをするために払うっていうふうに私は制度の根幹の思想 見直すべきだと思いますはいズームオンでしたズームオンミュージックリクエストをお送りしてるのはリタホペさんマー君のジージさんお二方からのリクエストです細川隆心残り本当に、えー、一瞬でスタジオが昭和のスナックにいやい,やいや本当で,、ね、い,でいきなりデュエットが始まるという <laughs> やっぱこの変なこと、すが泣くようにね。えー、えー、いいだ君も泣きましたよ。結び泣いちゃうよ。お聞きなニッポン放送 <laughs>。この後は夕方5時30分からは伊集院光の種をお送りします。そしてプロ野球のない今夜は5時50分から。ニッポン放送ショーアップナイタースペシャル。ラジオペナントレース。芸能界を代表するプロ野球ファン豪華8人が大集合。うん、愛するチームの前半戦重大ニュースをお送りします。 スタジオのニッポン放送、けむやまみつのりアナウンサーとつながっています。読<お>んでみてください。けむやまさん、面白そうですね。はい、面白いですよ。番組 C. を最多8人の。今日メンバー、巨人オリックス、中日、日本ハムの、えー、芸能界のファンの方が2人ずつ合わせて8人。はいはい、出ていただきます。<ー>えー、昨日赤ちゃんが、ね、恵まれたばかりの、<ー>スピードワゴンの糸田潤さん。ええー<ー>、すごい。 え水戸田さんじゃないでしょ私が水戸田くんじゃないすでに盛り上がって初登場桃地安さんそれから巨人ファンイジリ岡田さん白と夢野さんそして日本ハムファン宮崎美穂さんと藤江玲奈さんの AKB コンビそしてオリックスファン増田岡田岡田圭介さんと宮城博弥投手の妹さんの宮城弥生さんで8時までお送りしてまいりますのでぜひ楽しんでいただきたいと思いますよろしくお願いいたしますお願いいたします賑やかですね すごいすごい。はいでは明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップは。は,はいコメンテーターテレビ東京解説委員の山川達夫さんまあアメリカ大統領選これからというあたりであるとかまあさまざま取り上げると思います。<laughs> そしてその後8時からは春風亭一之助あなたとハッピー。明日のメッセージテーマは夏休みの思い出です。そろそろね来週ぐらいから夏休みに入る方もねいらっしゃると思います。どうぞ思い出お寄せください。 で7月22日、来週月曜日午後3時半からの辛坊・治郎、ズームそこまで言うか4時台のゲストは明治大学教授の雲野元さんですトランプ前大統領の暗殺未遂事件が今後のアメリカ大統領選挙に及ぼす影響を 考えます。今日番組冒頭から、はい、何か忘れ物をして家を出てきたよなあ、っていう気分。ねうん、実は今私、うん、そんな気分でございます。これどうしました?うん。何個忘れ物をしてるような気がするんですよ。うん、なんでかっていうとですね、ね今日はまだ、岸田総理にご登場いただいてないわけです。うん、<laughs> 確かに。はい、ええー、読みましたが、え、は、え、い、すませえっと、岸田さん、また近々どっかに行かれるんでしたっけ。 まさにまあ私もおさまざまなねところに、えー、いてえー、法の支配えー、しっかりと打っていきたいと思います、えー、野さんはしかし政権取るつもりあるんですか立憲民主は何を言ってるんですかもちろん我々は政権を取って <laughs> 真っ当な政治を取り戻すこのためにやってるんです野党,野党がそんなこと言ってますが山口さんことほど作用に政治というものは難しい、ね、以上辛抱次郎と飯田浩二でした,でしたまた来週